はい。皆さん、こんにちは。ワネルギルビジです。ごめんなさい。では、今回はね、信長の予防大使パークキット、斎藤義達でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、浅井が若さに出兵したその隙に、一気に、オダニを取ったというところまでプレイをしました。近江進出ですね。で、今回はその続きになります。で、まずは、このまま上洛戦というかね、まあ、機内の方に進出していきたいので、東側の守りを固めたいということから、武田、そして、今川と同盟を結んでおきましょう。はっ。今川は、婚姻が締結できる。誰と？俺か。で、相手は、重慶に。受刑に77歳か。ちょっと考え物だな。まあ、確かに、統率83、知略88、内政91、外政88は、嬉しいけど、普通の同盟にしましょう。あまりにも、年が離れすぎている。まあ、年上が嫌いというわけではないんですけど、御年77歳となるとね、ちょっとまた話も変わってきますよね。で、お金はないので、このまま進めましょうか。あとは、縁組。秀長と姫、冬姫一歳。いやー、これもないな。まあ、できることなら、信長とかね、秀吉とかね、裏切られたくない武将に娘を嫁がせておきたいですけど、まだ1歳だからね。ちなみに僕は釣り目のね、ちょっときつめの女の子がタイプです。何の話だっていうところで。じゃあ時間を進めていきましょう。この志。長政も懲りないな。若さに出兵が。これはじゃあ我々が援軍を出しますか。とりあえずそうだな、この千世山に兵出しますか。三井で7000、出陣する。こんだけの兵がいれば十分でしょう。しかも意識が勝利、これはいい情報だな。で、同盟は今川武田ともに相成りましたね。5000の兵で集結して決戦で勝利して一気に後津山と武部山が取れるね。理想的な展開だな。報告します。先月の収支です。さあ、あとは金の問題だな。ご命令を。先に進出を。は、金がなくなった。一文なしとはまさにこのこと。我が覚悟お見せしよう。足利の対名発動だな。これ結構きついんだよねと思ったら俺か。これ足利義輝の対名って即時包囲網結成ですよね。来るか、包囲網が来るか。いや、絶妙なタイミングだったな。武田と今川と同盟をギリギリで結んでよかった。ただ家康、姉子牛、朝倉、本願寺、そして浅井か。まずは浅井を滅ぼしてしまおう。そこからだな。欲しい家信長が姉小路に下ったわけだな。これは激安。政策与奪、すべて勝者の思うがない。伊勢山は瞬殺できる。強行で9日。いやー、それにしても厳しいな。兵を急いで戻す必要があるね。うん、たわいもないものだ。
いや、このまま一気に竹部山まで攻略して、そっから守りを固めましょう。報告します。で、一戦でちょっと守りを固めなきゃいけないね。表情を始める。なんとしてもここは生き残らなきゃいけないですね。表情を終える。砲術技術は入れるでしょう。あと農兵の徴用。ゲチよ。まあ今欲しいのはとにかく兵だね。各城に兵を。かしこまりました。多少無茶をしてでもいいので兵をかき集めましょう。かしこまりました。リミネにも兵を。かしこまりました。キヨスにも兵。最低各城2000は欲しい。かしこまりました。二乗8万2000で足りるかな。あとは、そうだな、オダニにも兵を入れておきたいし、かしこまりました。大垣にも兵を入れておく。かしこまりました。竹部山にも兵2000は。沢山にも2000は。清水山も3000ぐらい欲しいな。清水山に関しては。かしこまりました。こんなところかな。で、あとは神前。厳しいところは神前をしておこう。定勝はっ、しっかり頼む。あとは水野ともしん所長現場で上げておきます。ゲイン頼む。はっ。あとはそうだな、北条は放っておいてもいいな。とりあえずこの2家かな。あとは牽制する意味で筒井を味方に引き入れることができれば。はっ。あと三好か。三好は今後のことを考えるとあまり手を加えたくないね。では進出。金を。私に金を。ははっ。で、残った金で守りを固めよう。かしこまった。敵が侵入してきそうなところに。かしこまりました。急ぐ。かしこまった。かしこまりました。ボールよ。金がない。金だな。まずは竹部山を攻略して急いで。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。敵陣潰しに来るな。まずはとにかく浅井を潰して敵を一つ減らしましょう。ここも一気に揉みつぶす。今のまま行くと郡上八幡が危ない感じだね。兵力的には。次のターンで武将の再配置も考えましょう。軽石さんの手法だな。まあ、ここは対局には影響はないでしょう。報告します。そしたら武将の再配置をしましょう。特に前線ですね。前線に武将を配置していきます。しかも戦える武将を。武将がいない拠点持ち手山、ここはもう統率重視で行くしかないからな。勝家頼むぞ。勝家に佐久間をつける。承知。さらに
配属を続けます。清水山、ここ取られると一気に若狭と本拠地美濃の間が分断されてしまうので、ここも統率の高い武将を入れたい。秀吉、秀長、両名を派遣。あとは郡上八幡だね。ここも最前線になると思うので、ここも戦える武将を入れよう。成政、五六、吉成、助右衛門、この辺りを入れる。はで、あと武将の数が少ないところですかね。小谷なんかもちょっと武将を入れておきたいよね。出陣してる最中にね、出陣ができなくなってしまうんで、ここも統率重視でいくしかないな。浅井、牛一、この辺りを入れましょう。承知。で、あとは、三河との国境、清洲城と岩村城、ここにも戦える武将を入れましょう。常ちゃん、常ちゃん入れて、あとは織田の一門衆も入れとく。で、最後に岩村城ね。ここも攻められるリスクは当然あるので、ここに勝家、あれ、さっき勝家どっかに配置したよな。じゃあ勝家入れるわけにはいかないな。勝家どこに入れたっけな。どっかにね、入れたような気がしたんですけど。さあ、ではまた防塁を立てて、敵との戦いに備えましょう。かしこまりました。こんなとこかな。持ち瀬山を取ったらすぐに三井家の5000を戻します。グハキ対大垣に4200、ライレンか。大垣城に来るのか。ちょっと予想外だったな。今は8月、兵糧があまりないので、ここは一旦大垣城で敵を迎え撃って、その間に9月になるのを待って迎撃戦に入りましょう。うん、他愛もないものだ。謝罪は滅ぼしたぞ。全員登用する。まあ、やっぱり長政が優秀だね。あと戦える武将としては誰だろう。あんまりこれといったのはいないけど、磯野、武勇で言っても遠藤、磯野、この辺りは使えるかな。知略は遠藤、内政、さらに改正、そうですね、全員登用だ。で、三井で含め全員騎乗。大垣城の防衛戦に入りましょう。何？私が我が領内に向かっております。姉小路も郡上八幡に2100か。来るな。だ、我が領内に向かっております。持ち山に吉影軍6400、これが一番きつい。さてと、どう戦う。持ち瀬山が持ちこたえられるのかというとちょっと微妙だな。まあ、郡上八幡はなんとか持ちこたえられるとして、大垣城を稲葉山、犬山の兵で支える。で、持ち瀬山に関しては沢山、小谷、清水山、あ
あの兵をかき集めて、防衛に入りましょうか。そうだね。では出兵していきます。東軍町瀬山には兵を、ちょっと待ってね、もう一度町瀬山を守る兵力をどこから集めるか確認します。清水山、沢山、小谷から兵6000をかき集める。いいね。小谷、沢山、清水山、一回確認しよう。沢山、小谷、清水山でね。で、持ち瀬山は解除。そして最大兵力を投入。これで兵6000を集めたんで、なんとか6000の兵で朝倉義景本体を迎撃しましょう。一方、出陣します。郡上8万をこらえるとして、雷連の4200を大垣城でこらえ撃ちましょう。これは義達自ら率いて6500、刑事も味方についてるね。 OK だ。この7000の兵でライレンを撃破して、そのまま余力があれば郡上八幡に救援に向かいましょう。いや、一気に来たな。報告します。先月の収支で長老が入ってきたのでなんとかなりそうですね。はい、ではむちゃくちゃいいところなんですが、まさかの展開にまさに四面楚歌という状態なので、ちょっと一旦今回ここまでにさせていただいてですね、次回迫り来る朝倉軍、金子次連行軍を撃破、していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。